はい、ええー、ではですね、ええー、今ちょうど人が結構集まってきたかなっていう感じなので、ウマインゲーミング始めていきたいと思います。わますはい、お願いします。はい、あの先ほどチャットの方ですね、あの荒木さんの方からあったようにちょっと無音が続いて <laughs> しまったんですが、<laughs> BGM とか入れとけばよかったですね。そうですね、ちょっとね、Zoom だとその BGM の調整がね大変なんですよね。うん <laughs> うん、そうなんですよ。だからちょっと無言の状態でお待たせしちゃってすいません。<laughs> はい、えー、では早速なんですが、えーと、ウーマンインゲーミング、えー、始めていきたいと思います、えー。今回のイベント自体の名前は、えー、<laughs> ユニティウーマンインゲーミング LT 第0回となります。ちょっと長いんですが、ぜひ名前だけでも覚えていってください。はい。で、えーとはい、最初にちょっと MC の方の自己紹介から入っていきましょうか。はい はいえっとまずは私ですねユニティテクノロジーズジャパンでイベントプランナーやっております栗木と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえー、今回は MC としてあの司会役を務めさせていただきますはいそれでは荒、うん、木さんもはいはい同じくユニティテクノロジーズジャパンでイベントマネージャーをやっております荒木と申します今ね参加者のお名前もあの結構知ってる方が多くてちょっと楽しみ。 なっております。<laughs> それまでは <laughs>、はい、あの VR の会社で働いてたので、ちょっといろいろあの知ってる方がいらしてちょっと嬉しく思っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、それではですね、えー、今ちょっと二人、私とアラキのアラさんの方を MC としてやっていきたいと思います。これあれですかね。普段なんか打ち合わせって社外の人に対して社内の人を、はい なんか苗字呼びする文化ってあるじゃないですか。はい。ありますね。なんかつい、なんか、そう呼んじゃうんですけど、普通に荒木さんでいいですよね。だかなん、どっちでも大丈夫です。<laughs> <laughs> はい。はい。はい、はい。ね。で、ええー、と。じゃああ、パチ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 と、あ、あもう皆さん、あ,あ,あの、コメントどんどん、はい、お気軽に書いてくださいね。よろしくお願いします。うん、よろしくお願いします。 はいえー、それではですねじゃあ私の方から最初、はいえー、参加のご案内をさせていただきたいと思いますはいはいえっと今スライドも皆さん見えている状態ですかね大丈夫ですかねか皆様あ見えてますありがとうございますはいありがとうございます それではではすね、参加の方をご案内させていただきます。えー、とまず、今日のタイムスケジュールなんですが、えー、今が開会挨拶と参加にあたってのご案内となっております。えー、その後ですね、えー、LT が今回3回分、えー、ありまして、最終的に、えー、と9時ぐらいですかね。 に終了する形となっ、あ8時じゃない？8時ですよね。はい。は8時です。はい、<laughs> はい。えー、8時にえ <laughs> 頃に閉会という、えー、予定になっております。えー、その間一度休憩時間の方を挟みますので、あの皆さんお手洗いとか行かれる方はこの時間にぜひえー、行くようにお願いいたします。はい。はい。でえー、参加方法について。 え皆さんですね、ズームのウェビナー機能とかって、皆さん、使ったこととかある方も多いかもしれないんですが、どうですかね、皆さん、結構使ったことあります、はい、ウェビナー、使ったことある方、あります、ます<お>そうですね、はいあの、参加したことある方は、<お>多分ご存知だと思うんですが、はいえー、Q&A 機能というのがありまして、うん そちらの方でで質問を行うことができますそれぞれですね、デスクトップ版は画面の下のバナーで、スマートフォンも下に出てくる、なんでしょうね、アイコンの方をクリックすると、質問が書き込めるようになっているので、ぜひそこで質問を書いていただけたらなと思います。はい、で、質問については、私と荒木さんの方がピックアップして、登壇者の方に答えていただく形をとっております。 はい、ぜひお待ちしております。お願いします。で、はい、Q&A 見つからないって方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？大丈夫そうかな。大丈夫そうですね。うん、はい、はい。で、Q&A 機能だけじゃなくて、今もう書いていただいている方もいると思うんですがえ、チャットでのコメントが可能となっております。 発表者の方がまコメントに答えたりとか、MC の私たちが取り上げたりすることがあるので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あとですね、今回の内容は SNS での投稿も OK となっております。スクリーンショットとかも OK なんですよね。はいはい、はい、OK です。 あとは、はい、あの、参加者の方、視聴者の方は、あの、画面には顔が映ったりとかはしないので。うん、あの、安心して、あの、ご参加ください。はい。はい、お願いします。名前だけは出ちゃうかな、出ないかな。出ないですね。名前も出ないですね。はい。はい、なので、ご安心ください。はい。えー、ハッシュタグは、えー、ハッシュタグウーマンインゲーミングとなってます。はい。はい。あ、もう早速ツイートしてくださってる方がいらっしゃいますね。 また、ですね先ほど、えー、チャットでのコメントが可能というふうにお伝えしたんですが、えー、今回の開催にあたって、ぜひ皆さんに守っていただきたい、えー、また私たちも守らなきゃいけないと思っているところがありまして、えー、とそれがですねあの皆さん、あのきちんとお互いにリスペクトを持ってコメントをしましょうということです。 そちらに書いてある通りなんですが嫌だな悲しいなという感じた表現はためらわずに上に教えてくださいというところですね。はいはい、はい、皆さんあの気軽に楽しくどんどんコメントしていただければ、うん、あの嬉しいですとても。はい、はいお願いします、はい、なんかあのこちらの方ですね詳細な内容えめ見たあ皆さん一度見ていただいているかと思うんですがそちらの方にもありますので是非そちらもご確認ください。 あ質問が早速来ててこのオンラインイベントは第1回、2> <お> 1> 第2回と続いていくんでしょうかとはい、そうですね、続けていきたいですよね、はい、はいはい、あのただあの、私たちもですね、オンラインイベント、実は結構初めてなんですよ、で、ちょっと試行錯誤の意味も込めて、<え>第0回というふうに今回はさせていただきました。 今回が初めての取り組みなんですね、イベント自体もオンラインでやるのも。そうですね、ユニティステーションっていうあの、YouTube ライブでの生放送の企画はあるんですが、うん、えっとこういった形で参加登録をして、えー、参加いただくようなのは初めてになりますね。はい、多分うち、ユニティ主催では初めてですよね。はい、あそうですね、いつも YouTube ライブで配信してる形ですね。となっております。 すいません、えっと、結構説明が長くなってしまって、えっと、今回、ですねあのぜひ皆さん気軽な気持ちで参加していただきたいなと思いましてあのもちろん参加者の方だけではなくて登壇者の方も気軽に参加していただきたいなと思って最初に乾杯をしようかなと思います。はい、はい、皆さんあのメープルさんとかトマシップさんとかも飲み物とかあったりしますかお <laughs> ありがとうございます。 はい私、<laughs> 本当はお酒にしようかなって思ったんですけど、ちょっとさすがに仕事中に飲酒は良くないと思って、はい、それではですね、えじゃあ、ちょっと乾杯の温度を取らせていただきます。ははい、はい、それでは皆さん乾乾乾杯杯杯 この10分間でもう喉カからからですよ、緊張で。コメントで乾杯ってしてくださってる方が、うん、あ,ありがとうございます。<laughs> はい、ぜひですねあの、お酒飲めない方はジュースとかでもいいですし、<laughs> はい、あの食べ物お腹空すいたなっていう方は何か食べながらでも全然結構ですので。はい、あの楽しく気軽に参加していただけるとありがたいですね。ははいそ、はい、そうででですすねねれじゃあ早速 えと最初の公演の方に移っていただいこうかなと思います。あ、はい、やべ、ちょっと出ちゃった。はい。<laughs> <laughs> すみません。はい、はいえー。それではですね、えー、まず最初の公演ですね。はい、はいえーと。ユニティちょっとできるの私が、えっ、ー、と、正式な名前忘れちゃった。ごめんなさい。えっ、ー、と ユニークちょっとできるの私が48時間でゲーム作成しましたという講演をお願いいたします。はいはい、はいはい、見えてますか。あ見えてますか、ね、見えてます。はい参加者の方も見えてますかね。 はい。では、皆さん、こんにちは。あ、はい。ユーティテノロジージャパンイベントアシスタントのカシュニアハウです。今日はユ i ティちょっとできるの私が48時間でゲーム作成しました、しました、そういう経験をシェアしたいと思います。で、このちょっとできるは始めたばっかりのちょっとできるの方ですね。<laughs> では今年は初めてコーバルゲームジャムを参加しました。すごく楽しかったのでみんなとシェアしたいと思います、はい。では早速ちょっと自己紹介します。えっと、私はもとは香港出身でカナダのサイモン・フレイザー大学を卒業しました。 であの大学で VTR 文化とパフォーマンス研究とメディアアート専攻として学びましたで。現代芸術の歴史と現地で作品を研究した経験、そして古いメディアから新しいメディアまでの,あの制作を経験しました。でず,っと日本のずっと日本の天道、現代アニメとゲーム文化 とあのコミュニティももっと理解したいと思って、だから日本に来て去年からユニティの契約社員として活動してます。好きなボーカロイドはグミですで。好きなアニメはジョジョの奇妙な冒険とサイコーバスです。で好きなゲームは塊魂、ファイナルファンタジーのシリーズリメイクも、はい、完成させましたあの。三国モーションも好きで、お供えゲームはお白き 大好きですで。というわけで、ゲーム業界としてまだ新人ですけど、よろしくお願いします。はい、では、一体このグローバルゲームジャムは何でしょうこのグローバルゲームジャムは、1年に1回、あの週末に世界いろんな会場にあの集まって、みんな一緒にゲーム作ると、そういうイベントです。 でこのグローバルゲームジャムはキーネックス記録を持つ世界最大のゲームジャムですで。去年だと、グローバルゲームジャムは世界の113の国と860の会場も設置されました。で4万7000人も参加して9000の作品も制作されました。で日本では北海道から北海道から 沖縄まで、の会場も設置されましたで私はあの今年は六本木の会場に参加しました。で、なぜ最初はなぜゲームジャム参加するのかきっかけはやっぱりなんか出,社出,出,出身者もしくはゼロ経験でも OK ゲーム作りの仲間と出会いたい。 えっと、ゲームも完成させたい。で、チームビルディングもしたい。えっと、あとは、やっぱり自分を挑戦したいと思うので、だから参加しました。こちらは、今回参加した会場のイベントアジェンダです。で、3日間は48時間あるので、で、 会場は大体10時半ぐらい閉まるので、みんなちゃんと寝る時間もあります。で毎年もお手としてゲームを一つ作っていきますので、今年のテーマは Repair、修復でしたで。こちらは今回の会場の写真でした。で今回は41名のジャーマンがいまして、でテーマー発表したら、この ゲーム、あーこのチーム分けの時間です。で最初、会場に行った時はあは、受付に登録した時もらったの紙に以下の4選択になりますで。大会おすすめのメンバー数は3人から5人ですが、こちらのチームは6人にしました。 でチームを分けて早速チームとして始まります。ではこの48時間で学べたことをシェアしたいと思います。で、Day1 の時はみんなすごいいろんなアイディアがあって、やっぱり気づいた一番大事なところは役割ですね。で、自分得意の分野だけじゃなくて、 チャレンジしたいの分野もやってみましょう。ゲームデザインしたことないでも、単純に自分でも遊びたいなゲームを考えましょう。で、今回は私はグラフィックと SFX の担当しました。で、やっぱりコミュニケーションも大事なので、みんなそれぞれ得意分野違うこそ学べることも盛りたくさんあるので、 まあ、せっかくチームになって、やっぱりみんなの意見も聞きましょう。もちろん48時間しかないけど、だからこそ集中力も大事です。である程度、タイミング休憩すれば自販後輩になりますので、もし本当に疲れたらあの、チームメイトにちゃんと伝わって休憩取ったらおすすめです。で会場もコーヒーとかお菓子とかも用意されたので、 であとは今年もユニティもこの缶詰のパンとかも用意されましたのでだからあの、まあ、楽しい気分で結構おすすめですで,こんで今回は使って で、タスカットのアセットはこちらのウェブサイトからダウンロードしました。で、UnityRoom のサイトから、まあ、タイトルページとかフィジュアルノベルのテンプレートとか、えっと、3D モデルまでもあるので、もし時間なかったら結構おすすめです。で、今回、うちらのチームも、えっと、毎使って、あの猫を作って、 で、Unity にインポートしたんですけど、結構効率的に考えたら、もし、あの、ゲームプレイの方が集中したいの場合は、やっぱり、あの、このサイト、こちらのサイト方がおすすめです。で、GitHub e ス k トップも、あの、みんなと一緒に行動サークできますので、おすすめです。あ、あ必要ですね。<laughs> すいません。 ではあのー、やっぱり一番諦めたかったときは、16時間6をいいときは一番諦,、ま、諦めたかったけど、でも48時間しかないから、諦めないでゲーム完成させましょう。<laughs> はい、では、 こちらはうちのチームの作品になります。このゲームは災難、発生した中、またの猫たちにお互い再会できるのゲームですで。彼たちの関係を修復するのことはこのゲームのゴールです。で、猫の左が右クリックすると、猫の向かい方向も変わります。 で今この赤いトリッカーを猫、ね、の下に置くと、うん、猫はジャンプできます。で、魚を持って仲間と再会しましょう。すごいおしゃれですよね、このデザインは。あのコメントでもおしゃれ、<laughs> おしゃれって。実はこの背景を、あのこの看板とかも。 ユニティのアセットストアから見つかります結構助かります <laughs> 関係性を修復するっていう発想がすごいです <laughs> 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 ありがとうございます、はい、では今のこの水位も上がっているのででもし猫たち水に入れたらもう早速急いで仲間と再会しないとゲームオーバーになりますので,で再会したら大丈夫です はい、では皆さん、もし興味あったら、ぜひ来年も一緒にジャンしましょう。詳しくはこちらです。はい今日は以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。それではちょっと画面共有の方切ってもらっていいですか。はい、はい、ありがとうございます。ははいい皆さん拍手をありがとうございます。 GGJ とかってちなみに皆さん、今年って参加しましたか参加された方、参加された方。あ他いない、メープルさんとかトマシープさんとかも、今回は参加してないんですね。いないですあ。以前参加されたりしてましたいや、したことないです。あ結構 3, 3日間フルですよね、確か GGJ って。 結構確かかに大変ななのかもしれないですねあ2017年のなら参加しましたっていう方は。あ結構2017年3年前ぐらいですかね。かなんかね最近ちょっと年がか、うん、なんか経つのが早くて。今年本当ね GGJ ギリギリ開催できるかどうかぐらいでしたもんね本当、うん ね、開催でできてよかったですよね、うん、ん質問があ,のある方、もしあのチャットでも Q&A でも、あと先ほどですね、荒木さんの方から案内もあったと思うんですが、チャットの方がですねあのちょっと分かりづらいんですが、送信先がすべてのパネリストだけだとあの、実は私たちしか共有がされていませんで、他の参加者の方が見れないんですね。<laughs> はい。なので、あの全てのパネリストおよび出席者っていうのを選択しておいてもらえると全員の方に見えるのでぜひ、えー、そちらの方チェックしてみてください。今、参加者が、はい、えっと37人いらっしゃいますね。<ー>はい、すごい。はい、ありがとうございます。えー、っと、それではですね。ちょっとまあ早速休憩に入っちゃう感じがしちゃうかもしれないんですが、休憩の方入っていきましょうか？ ですね、質問がまだなさそうなので、はい、いつでも、はいぜひ。はいそうですねあのいつでも休憩,、はい、休憩中とかでもあのどなたに対する質問でも雑談でもいいのではい、はいはい、ぜひよろしくお願いします。じゃあ私の方のちょっと共有させてもらいましょうかね。はい、はい はい、共有できてますはい。はい。はい。よいしょ。はい。えっ、ー、とですね、この休憩の時間にちょっとアンケートの回答のご案内だけちょっとさせていただきます。はい。えっ、ー、とですね、今回、えー、アンケートの方を、えー、皆さんにお願いしておりまして、えっ、ー、と、そちらの QR コード、えー、あの、これアンケート用の QR コードというより、ミートアップっていう えー、皆さんが参加登録していただいたページに飛ぶようになってます。えー、そちらのページをですね、はい、あのアクセスしますとアンケートの回答のボタンが出てきます。はい、えっ、ー、とそちらのボタンの方からあのー、クリックするとアンケートが表示されますので、ぜひぜひアンケートお待ちしております。あ、今バックかっこいいと。はい、あ、はい、そうなんですよ。<laughs> はい。 <laughs> あのー、今回ですね、あのちょっと明らかにブランド名が分かっちゃうロゴが書いてあるんですが、あのモンベルの, <laughs> あのバッグの方を用意させていただいております、はいえーと。抽選で1名様にプレゼントしておりますので、ぜひぜひ皆さん、アンケートへのご協力お願いします。お願いいしします、はい、お願いしますよいしょで、えー、と休憩時間に少し入っているんですが今、えーとですね一応 えと40分まで休憩の予定だったんですがちょっと早めてもいいかなと思うんですが皆さん,もなんか大丈夫ですかね、はい、ちょっと多分3分ぐらい38分ぐらいまで少し雑談みたいな感じにしましょうかはい、はいえー、とお手洗いとか行かれたい方はぜひこの間にお願いします。はい、もし待って もうちょっと長くしてって方がいたら、ぜひチャットで。そうですね。<laughs> はい。ぜひぜひ。はい、結構ね、オンラインって休憩時間どうするか迷いましたよね。そうですね。なんか他のイベントとか、うん、皆さんどうなんですかね。皆さんなんか、うん、オンラインイベントはよく参加されてますかどうですかうち1回ぐらいかな。うん、はい。 なんかね、マイクロソフトさんのビルドがやってますもんね。はい、あ,あ、そうですね。<laughs> 何かメップルさんとかトマシップさんとかキャシーさんとか、うん、オンラインのイベントとか見たことありますか？1回参加したことあります。あ、へえ、それは,はでも休憩なかった気がします。休、はい、休憩なかったですね。な何時間ぐらいやりました？え、でも多分一 2>, 2時間ぐらいかな、ちょっと覚えてないんですけど。あなるほど。1時間、2時間ぐらいなら、まあ休憩なしでも、まあいけるっちゃいけますよね、確かに。ですね。うん、YouTube ライブだと、特にね、止めておけますもんね、あとあ、そっか、そうですね。すねああ、そっか、そう,そう。 ウェビナーは一時停止とか巻き戻しができないので <laughs> そうですね <laughs>、うん、はい。あとアーカイブとかもね、あんまり残すタイプのものじゃないかなと思いますねあ Zoom とかのイベントだと、はい、そうですね全体というよりは今回は講演部分だけ YouTube に残したりはされるんですか そうですね、今ちょっと自分で言ってて、はい、気づいたんですが、はい、そういうことをあまり想定してなかったなと思ってはい <laughs>、はいはい、なんか逆にその普段のイベントとかだとえっとイベントによりけりなんですよ実は公演動画を公開したりしなかったりっていうのは <laughs> なんか動画とかって公開したして後で見たいよっていう方っていたりしますかかななんん実はなんか リハーサルでこのあとのお二人の公演も先にちょっと見てしまっているんですがとても素晴らしかったのでぜひ公開されるといいなと私は思うんですが皆様この後の公演もそうですねなんかこうあのそこまでちょこあななんでしょうねあのそういえば考えてなかったなっていうちょっと私のミスなんですけど。<laughs> まだ0回目なのでちょっと許していただいて <laughs>、はい <laughs> はいあのー、もし何か残した方が良ければちょっとそれも考えてみましょうかねいはいはいちょっとなんだかんだバタバタしてましたからねあもし資料の公開ツイートだけでもあれば他の方に進みやすくてありがたいです<ー>とそうですね、はい、スライドとかの公開はしてみるっていうのもありですねうん、うん ちょっと後であの登壇者の方々にお願いを <laughs>、はい、<laughs> するかもしれない。後でツイートします。<laughs> はい。ぜひぜひその際はよろしくお願いします。はい。はい。えっとそれではですね、じゃあちょっと休憩時間これくらいで、はい、終わりにしまして次の講演に行こうかなと思います。はい、はい。準備の方大丈夫そうですかね。 はい次あのメープルさんですねあはいはい <laughs> なんかニコニコしちゃう <laughs> <laughs> なんかね、はい、ちょっと緊張しますよね <laughs> はい <laughs> はいえっ、ー、とそれではですねえっ、ー、と次えー、コンピュータシェーダーえっ、ー、とコンピュータシェーダーに入門してみた話、えー、よろしくお願いしますはいお願いします画面共有を切っていただいて。 <で>はいはい、はい、ありがとうございますはいえっとこれか共有されてますかはい大丈夫ですすはいす、はい、じゃあ こんにちは。初めてのコンピュートシェーダーというタイトルで、コンピュートシェーダーに入門してみた話をしたいと思います。パチ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 。はい。えっと、まず自己紹介です。メイプルって言います。ユニティのエンジニアをしています。ツイッターはこちらのアイコンでやってます。で、えっと、メイプルのおもちゃ箱っていう名前で技術ブログをやってます。担当カラーは青色とパンダなので、サイリウム持ってる人はぜひ青色のサイリウムを振ってください。見えないけど。はい。 <laughs> まず、コンピュートシェーダーって何っていう話からなんですけど、うん、コンピュートシェーダーっていうのは GPU を使用して単純処理を並列化し、大量の演算を高速に実行するために用いられるもので、つまり CPU でやると重たい処理をこう軽くできるもの、軽くできるっていうものなんですけど、わかりやすく説明すると、よく例えられるのが1人の天才と100人の凡人っていう話にでよく例えられます。えっと、CPU が 1> 1人の天才っていう,ふうによく言われて GPU が100人の凡人っていうふうに言われるんですけど、まあ、なんか天才とか言われたらその1人の天才の方に任しといた方が良さそうな感じがあるんですけど例えばめっちゃ簡単な内容だけどすごい量がある処理例えば疲れたおばあちゃん100人をおんぶしてそれぞれのお家に連れてくみたいな簡単だけどすごい 100人という量が多いタスクがあった時にいくら天才でも一人に100人のおばあちゃんをおんぶさせるよりもその100人いる凡人に一人一人におばあちゃんをおんぶさせてさせた方が、まあ、どう考えても、まあ、こっちの方が負荷が少ないし早いよねっていうものがコンピュートシェーダーになります。で <laughs> すごい便利そうな感じなんですけどただ、えっと、コンピュートシェーダーもちょっと苦手なところがあって。えっと 今おんぶしてるおばあちゃんから得られる情報でしか計算ができなくって例えば、えっと、さっき運んだおばあちゃんの隣の家とか今隣にいるおばあちゃんのと一緒にとかみたいなそういう他の外部のデータが必要なものは えっと計算できます周りのことを一切気にせずに自分だけで計算を追いれるものっていうのがコンピュートシェーダーの得意とするところです。でじゃあ具体的に何ができるのっていうところなんですけど、えっと、こちらみんな大好きへこみさんとみんな大好きエドさんのブログとか、えっと、ツイッターから抜粋してきたものなんですけどやっぱりパーティクルを扱うものが結構調べてみると多いかなっていう印象です。パーティクルってこう 使う時何万とか何十万とかやっぱり数がどうしても多くなってくるんでまあ見るからにその1人の天才にこれを任せるのは大変そうだなっていうのがこっちが動かないですねパーティクルが見えるのでいっかみたいな感じだったりとかあとは他にもまあ調べてみると物理シミュレーションだったり流体シミュレーションだったりなんかこう軍魚群とかみたいなの,のシミュレーションとかみたいなところでよく使われたりするみたいです。 でなんでシェーダーっていうのっていう話なんですけど結構まあコンピュートシェーダーに触れると割とこいつってなんでシェーダーっていう名前なんていう疑問が結構わ湧いてくるんですよで。なんかその理由って結構なんかその描画を扱うシェーダーいわゆるフラグメントシェーダーとか頂点シェーダーとか普通のシェーダーって結構まあ描画っていう形として最終的に見える。 から見えるのに、なんか同じシェーダーって名前なのにコンピュートシェーダーはその描画っていう形で見えないからななんかなんでこいつはシェーダーって言うんやろうっていうなんか疑問を結構持つ人が多いと思うんですけどなんかその理由としても、えっともとシェーダーっていうものがあって普通のシェーダーっていうものがあってそれを扱う、まあ、GPU の 膨大な演算能力があるんですけど GPU ってもともとそのシェーダー描画を扱うシェーダーのためになんか作られたらしいんですけどその GPU の描画部分を取って演算能力だけに目をつけて生まれたものが計算のためのシェーダーでコンピュートシェーダーなんですよなのでその名残もともとのフラグメントシェーダーとか GPU を扱う フラグメントシェーダーとかのシェーダーがあってその描画部分を抜いたコンピュートシェーダーっていうのができたそのなんか名残で多分シェーダーっていう名前がついてんじゃないかなと思いますでコンピュートシェーダーは結構 GPGPU のためのシェーダーって言われるんですけど GPGPU って言ったのは今言った通りえっり、と、GPU をその画面描画以,以外の汎用的な計算に使うことですでそのコンピュートシェーダーで作ってみましたこういうのを作ってみました、えっと お花がふわーってパーティクルになって消えていってでまたその消えていったものがふわーって出てくるっていうものを作りましたでじゃあこれのどこでコンピュートシェーダーを使ったのかっていう話をしていきたいと思いますえっとまあ一つは見ての通りパーティクルパーティクルの動きで使ってるんですけどもう一つ頂点の取得にも えー、コンピューーーートシェダをを使いまましたでまずパティクルのの動き話えっとエドさんさっきあのパーティクルのかツイート貼ってたそのエドさんの記事を参考になんかパーティクルの動かし方をいくつかこう練習してみてまあなんかあ大体なんとなく分かってきたなっていうのを思ってでさっきのこのお花のところ <laughs> お花の方では四角いのを置いてエンドポイントみたいな四角を置いてそっち方向にこうパーティクルが飛んでいきながらスケールがゼロになっていくようにまあ調整してまあさっきのこのふわーってなるあっ自負が自負が <laughs> こうふわーってなる動きを作りましたはい続いて頂点の取得ですでさっきのすごいなんかおしゃれな感じなんですけど 実際ユニティで見るとこんな感じになってて、えっと、この水色のやつが人っていう想定人,人でこう人が通ったところがパーティクルになってでそのお花の頂点カラーが真っ黒になるからその見えなくなるっていう仕組みなんですけどなんかこの悪役みたいな通ったところのお花全部枯らしていく悪役みたいな感じになってるんですけど、まあ、この頂点の 通ったところ、人が通ったところの範囲内の頂点の色を変えたいっていうのと、通ったところの範囲内の頂点からパーティクルを出したい。ランダムな位置からじゃなくて、頂点からパーティクルを出したいっていうので、まあ、えっ、ー、と、コンピュートシェーダーを使いました。で、頂点って結構、まあ、何、数万とか数十万とか、どのオブジェクトもやっぱりそのぐらいあるんで、CPU だと重そうだなっていうので、まあ、パコンピュートシェーダーを使いました。で、仕組み、仕組みとしては、 まず、そのメ,インのメインの C シャープがあって、その C シャープからお花のメッシュの頂点データと人オブジェクト、人の先の水色の人のオブジェクトの位置をコンピュートシェーダーに送って、で、その全頂点を判定して、その全頂点一つ一つをそのオブジェクトの位置からどの距離にあるかみたいな、X、Y、Z、それぞれどの距離にあるかっていうのを判定して、えっと、 その距離内、範囲内にあ,あるパーティクル、パーティクルじゃないわ、範囲内にある頂点と範囲外にある頂点にコンピュートシェーダーで仕分けて、で、その結果を C シャープに返して、範囲内にあった頂点だけを配列に入れて、で、その配列を頂点シェーダーに送ることで、頂点カラーの変更をしたりとか、えっと、パーティクルを扱う。 C シャープとかコンピュートシェーダーの方に送ってその頂点の位置からパーティクルを出すっていうような処理をしましたで。結構その普通のフラグメントシェーダーとか頂点シェーダーってそのシェーダーのスクリプト内だけで完結でき,できるんですけどコンピュートシェーダーはまあ計算のためのシェーダーなので結構 C シャープからの値を渡したり C シャープに値を戻したりっていうふうに C シャープとのやり取りが結構発生します。で <laughs> えっとコンピュートシェーダーを使う時のコツ、まあ、自分がやってみて思ったことなんですけどまずはいきなりなんかそのコンピュートシェーダーを使わずにまず CPU で C シャープの方で実装してみてやりたいことを実装してみてあこういうことを今やろうとしてるんだなっていうのを分かった上でなんかこうコンピュートシェーダーの方に書き換えていくってやった方が分かりやすくて混乱しなくて。 良いです慣れてない時はそのやり方が多分やりやすいと思います。あともう一つやっぱ諦めない心が大事です。なんかすごい書いてたらわけわかんなくなってきてえこれ何やってんだここどうなってんだみたいになってくるんですけどそれをこう諦めてしまわない心とても大事です。はい次入門方法です。自分が入門した方法をか、えー、とおすすめ記事などをおすすめ。え 紹介しますまず1つ目この一番左の IKD メンバーさんっていう方の unity のコンピュートシェーダーでオブジェクトを動かしてみるっていう記事なんですけどこれは本当にキューブをもう横に X 軸方向にただ動かすだけの記事なんですよコンピュートシェーダーを使ってでもそのすごいやってることがめちゃめちゃシンプルなのでコンピュートシェーダーの使い方がすごいちゃんとわかるなんか。 実装面がややこしくないので、コンピュートシェーダーだけに注目できるのですごい分かりやすいなと思いました。で、真ん中のこちらのエドさんののは私がパーティクル部分で参考にした記事なんですけど、えっと、コンピュートシェーダーでパーティクルを扱う方法を書いているので、コンピュートシェーダーでパーティクルを扱いたいなっていうときにすごいおすすめの記事です。次、一番右のインディビジュアルラボさんのこの Unity グラフィックスプログラミングボリューム1の本。 はえっと、これ結構いろんな項目がある本なんですけどそのうちの一つにコンピュートシェーダー入門っていう項目があって、えっと、それがすごい細かいとこまでいっぱい書いてるのでめちゃめちゃ分かりやすいですでこちらの本は今 PDF 無料配布していらっしゃるので今もう今すぐにでも落とすといいと思います はい。で、もう一つおすすめ記事が、メイプルのおもちゃ箱っていう私のブログがおすすめです。今日の登壇に合わせてちょっと頑張ってコンピュートシェーダー入門記事を一つ書いたので、ぜひ参考にしてみてください。このなんか IDK メンバー、IKD メンバーさんのなんかオブジェクトを動かしてみるっていう記事とちょっと似た感じで、割と簡単なオブジェクトの動き、動きをコンピュートシェーダーでやる記事なんですけど、 ちょっと頑張ってわかりやすく書いたつもりなので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。生地無事書き終えたんですね。無事書き終えました。<laughs> <laughs> 今チャットの方にのね。はい。段階ではまだまだちょっとできてないんですっていう話だったんですけど、はい。<laughs> 一昨日ぐらい、理書き終わりました。<laughs> <laughs> 良かったです。そうですね。えっ、ー、と、結構、なんか、あの、先ほど書籍の紹介もありましたけど。<laughs> 今って、ね、結構、無料で公開されてる技術書とかも、あったりして、結構いいですよね。そうですね。で、さっき紹介したインディビジュアルラボさんのは、うん、ボリューム一から四まで、全部無料で配布してるので。うん、もう、今、今、すぐに、って感じですね。<laughs> <laughs> うん、あのチャットの方でシェーダー全然わからないので、はい、いい感じのでも作れたりわかりやすく説明できるのを尊敬します。わあありがとうございます。<laughs> 尊敬してください。<laughs> 尊敬してください。尊敬してくださいってなんで。ぜひぜひねあのブログの方の記事とかも見てもらえると、<laughs> はいなんか勉強とかになる方もすごい多いんじゃないかなと思います。<laughs> はいえー、とそれではですね、<laughs> えと次、えー、一番ラストになりますね、今回ね。はい、はいえーと。では、トマシープさんですね、カッコゲーム制作に興味ないけど、ユニティ1週間ゲームジャムに12回連続で参加した話、よろしくお願いします。はい。ユニティ1週間ゲームジャムに13回連続で参加した話というタイトルで、説明させていただきます。トマシープと申します。 マシープが学ぶという個人ブログで Unity AR VR デザインなどの記事を書いています大学生の時に研究で AR の開発をするために Unity を触り始めました今の会社でも Unity で AR VR の開発をしています Unity はゲームエンジンなんですが私は AR VR をきっかけに触り始めたこともあってゲームを作るのも遊ぶのもそこまで興味ありません そんな私が今日お話しする Unity1 週間ゲームジャムですがどういうものかというと Unity を使って1週間でゲームを作るネットのイベントです月曜0時にお題が発表されて1週間後の日曜20時までにそのお題をもとにゲームを作って UnityRoom というサイトに投稿しますこれはこの UnityRoom を運営されているナイチラボさん主催で2017年から2020年まで に15回不定期開催されています。以後、unity 1週間ジャムゲームジャム6と Unity 1ウィークと呼ばせていただきます。私はこの unity 1ウィークに最初の2回を除いて13回連続で参加しています。つい最近5月の頭に急遽開催されたので、発表タイトルの12回にプラス1して13回になりました。ゲーム制作に興味ないのになぜ参加するのかというと。 まずゲーム制作を通じて AR、v r の開発だけでは知り得なかった Unity の機能を知りたい。そして作品を完成させるという体験とそれに伴うアウトプットが得たい。また、えー、と参加するたびに新しい技術要素などに挑戦する機会にしたいなと思って参加しています。では一体どういう新しい要素に今まで挑戦してきたのかを軽く紹介させていただきます。 初めて参加した第3回ツムでは、初めてのゲーム制作だったので、マウスによるクリック判定と、あと Unity r ルームに投稿するために WebGL の書き出しを始めてしました。第4回では WASD キーでの移動や、距離でのゴール判定。第5回では、3D キャラクターを登場させたり、初めてポストプロセッシングという画面に効果をかけるアセットを使って垢抜けた感じにしました。 第6回はゲーム内は特に頑張ってないのですが、サムネだけこんな感じでおしゃれにしました。第7回では人生で初めて 2G の作品を作りました。これは Unity が提供しているサンプルのアセットがあって、それを元にいじって作りました。で第8回ではツイートの機能を実装したのと、ユニティルームの人気ランキングで初めて6位に入って、 結構たくさんの人に遊んでもらえたので、ランキング機能を実装しました。9第9回ではシェーダーを工夫したり、布、クロスの機能を使用しました。第10回も内容、ゲームはそんな頑張ってないんですけど、サムネを GIF にしました。第11回では初めて共同でゲームを作りました。共同制作と言いつつ、ゲームの中身は相手の方に どどんどん作っっててもらって私はスタート画面、エンド画面しかしてないので、せめ,せめてもの頑張りとして、Unity のアセットストアにある UI のこのアセットを使ってみました。第12回からは社会人になって、初めてのユニティワンウィークで、仕事で覚えたユニ RX というものを使ったり、声明やコードをきれいにしてみました。 第13回では Unite Tokyo というイベントで紹介されてた会話アセット、フンガスというのを使ってアドベンチャーゲームみたいなのを初めて作り、第14回は、これもゲームは頑張ってないんですけど、GitHub に Unity のプロジェクトを丸ごとオープンソースとして公開しました。全部公開するので、再配布 OK な素材のみを使うなど、割と 大変だった記憶がありますで。最近開催された第15回では、スタートボタンの UI を x d という Adobe の UI ソフトで作りました。こんな感じで、毎回毎回別にすごいことに挑戦していたわけではないんですけど、あまりモチベーションが上がらないときでもサムネを工夫するとか、そういう小さなことだけでも挑戦しています。 参加して感じたメリットを3つ紹介します1つ目がポートフォリオに追加できるということで社会人になってからちょっと技術を試してみたとかあるいっぱいあるんですけどポートフォリオに載せられるような完結した作品を作ることは少なかったですなのでク,リオクオリティはともかくとしてポートフォリオを更新できると止まっていないという気持ちになり嬉しいですで2つ目が 自分の作品を遊んでもらえることで、ドラフトホーム上で遊んでもらってコメントをもらえるのも嬉しいですし、<music> Unity One Week の作品を全部遊ぶっていう配信をしている方が複数にいて、この動画を見ると自分の作品を遊んでいる生の反応が見れます。そういう研究ってなかなかメッターにできないので新鮮です、ねはい。で、3つ目が自己肯定感が上がるということで、 ゲームを作る絵でゲームを完成させることが一番大切みたいなツイートがたまに流れてくるんですけどそういうのを見るたびに完成させてますという気分になれますでは次は技術寄りの話になるんですけど個人的に使っているゲームを楽して作るための小技を紹介します,説明ですあの一般的なゲームだとスタート画面プレイ画面エンド画面 3つぐらい画面があって、その切り替えを Unity のシーンを使って、シーンを分けてする方もいると思うんですけど、私も最初そうしてたんですけど、それだと、例えばエンド画面で最終スコアを表示するときに、スコア数値をシーン間で受け渡しするとか、そういう必要が出てきて面倒だったので、1つのシーンの中でスタート画面、エンド画面をキャンバスで作って、それをオンオフ制御することによって、 のゲームににすするようにしていますで2つ目ですけど、オブジェクト同士の接触判定をするとき、よくコライダーをつけてオンコライダーエンターとかを使うと思うんですけど、コライダーの設定がめんどくさかったり、なぜか判定がうまくできないことがあったので、私は Vector3Distance というものの同士の距離を取える関数を使って、その がいいいくつ以上にななるとゴールみたいな感じでを使っています一番大事なのがよ,よく使う機能をメモしておくことかなと思っていてよく使うからといって毎回覚えてなくてかといって毎回ググるのもめんどくさいので私は自分用のスクリプトメモ集という記事を使ってブックマークして毎回見ています。 最後にこれは完全におまけなんですけど、ゲームの最初に Unity のログが出ると思うんですけど、スプラッシュ画面と言います。この背景の画像をプレイヤーセッティングスのここで設定できるんですけど、これを設定するとおしゃれになるので私は毎回設定しています。では最後です。私の Unity One Week の活用の仕方ということで、 ゲーム制作を通じて ARVR で使わない Unity の機能を知る。で、新しい要素を挑戦する機会にする。ついでにアウトプットもできてラッキーみたいな。そんな感じですごくいいイベントなので皆さんも気軽に参加してみていただけたらなと思います。ようになります。ありがとうございます。ありがとうございます。 えっと、ユニティワンウィークジャムって、確かあのチャットの方でも、あの、荒木さんが URL ツイートしてくれてましたね。はい、まだ次回とかは決まってないんでしたっけちょうど、今回のが終わったばかりですよね、ねちょうどゴールデンウィークに。はい、ですね。はい。はい、そっか、ゴールデンウィークだったんですもんね、あれね。はい。えっと、マシープさん、あれですよね、あの、講演しますって手を挙げてくださってから、はい、その後に、はい インティーワンワウィークやりますって発表す <laughs> <laughs> また連こ,こで出られていると思いながら、あとスプラッシュ画面変えられるのってちょっとびっくりしました。あんまり変えてる人いないんで、うん、変えると目立てるかなと。<laughs> <laughs> 何か他に QA とかあります、はい、ご質問とか、参加、はい、者の方。はまだ来てないみたいですね。はい、はい。今の公演中もあの、すごい新しいことを挑戦されてて素敵っていうのと、ね、毎回出られてるのが本当にすごいっていう。本当に <laughs> うんいや。それってすごくねあの、大変、大変というか、ちょっとやっぱ人間ってね、 ちょっとこう今回はいいやってなりがちじゃないですかすごいですよね、はい、あ仕事忙しいを言い訳にしがちですよねはい質問が「1>, うん、1週間ゲームジャムで」でご自身の作ったものの中でどの作品が一番おすすめですかとあおすすめおすすめはあの一番バズった、うん あとエロいやつですね。耳も,もいやつ。かけるやつ。モザイクかけなこのスカートにモザイクをかける、はい。<laughs> 結構バズったって、何人ぐらい、結構視聴数っていうんですかね、プレイ数も伸びてましたもんね。はいうん、ちょっと、数字は分かんないですけど。なんか、たぶん6位とかでしたっけ、人気。はい。はい、すごいですね。おすすめのゲームの。 URL をチャットに貼りました <laughs> のリンクからすぐ遊べると思います。うん、多分そちらの方からなんかこう制作者の一覧みたいなのも見れるんですかね、たぶん。トマシープさんの,あの一覧のブログもさっき載せました。はい、いぜひぜひ、はい、そちらからチェックしていただけたらなと思います。はいえー、とそれではですね、QA とかもこれくらいですかね。 そうですかね、はい、はいはいえー、それではですね、えーと、なんだかんだ一瞬で過ぎてしまいましたが、そろそろ終わりにしたいと思います。はいはい、最後にちょっと私の方からご案内があるので、ぜひ皆様、まだウィンドウは閉じずに切っていただけたらなと思います。改めててののご案内になってしまうんですが、えー、今日の イベンはいえっ、ー、とアンケート回答者の中から抽選で1名様にユニティのロゴ入りバッグをプレゼントしておりますのでぜひぜひ皆さんあの汚なき意見をお願いいたします。はい あとですね、えーと、そちらの方でいただいた、えー、と講演に関する感想であったりとかは、登壇者の方にも共有させていただきますので、はい、ぜひぜひ、何か気になった点とか、ここが良かったよという点がありましたら、ぜひ感想を書いていただけたらなと思いますツイッターでもぜひ感想を、ね、あの公開していただけるとありがたいですよね。うん、そうですね、はいはい。ぜひぜひよろしくお願いします。 はい、えー、またですね、今回、ウマインゲーミングでは、えーとまあ、ちょっと,し、えー、とナレッジとか、えー、自身の経験を気軽に発信できる場として、ちょっと LD 大会を企画させていただきました。えーとですね、通常ですね、ウマインゲーミングでは通常でもないか、えー、とこちら一貫でして、えー、と全体では、えー 性別によるゲーム業界の機械損失を防ぐことを目標として、えー、仕事やスキルアップの中での悩みを共有、えー、解決できる仲間を作る場の提供を、ご支援を行っております。はい、えー、今回はこういうオンラインの形式でやりましたが、もしかしたら今後はオフラインのイベントもできてるかなっていう感じなので、ぜひその際はよろしくお願いします。はい。 かなまだ次とかは時期にもとかね状況とかまだまだ読めないですけれどもねうん,なんか今回登壇してみたいなって思った方とか是非またねチャレあの出ていただけたらすごい嬉しいですね。はいそうです、ねはい、結構ねオンラインのイベントとかだとあの、まあ、運営側としても結構気軽にできるのかなという形があるのではいなんかこうできればね 1> 第第第回、第2回、第3回と続けはい、はいえー、っと、それではですね、じゃあ一番ラスト、えー、っと、何か、そうですね、他にチャットとかもないかな。はい、はい、そうですね、あの、今、荒木さんの方がチャットにも書いていただいたんですが、あの、ツイッターのハッシュタグ、えー、ハッシュタグ、マインゲーミングで、えー、ぜひぜひ感想をお待ちしております。はい またですね、こちらのアンケートの回答、今、QR コードあの終わったら消えてしまうんですが、あのこちら、イベントページから回答できるようになっておりますので、あのぜひ、えー、見終わった後、そちらの方に行っていただいて、アンケート回答してもらえると助かります。はい。はい。はい、それでは、皆様、1時間ほどでしたが、いかがでしたでしょうか。はい、あ、なんかあの、アフィリエイトブログみたいなこと言っちゃった。<laughs> いかがでしたでしょうか。<laughs> ねあ ね、ね、ね、あの登壇者の皆様は。はい。いかがでした。あ、なんかすごい良い機会をいただけて、うれし、嬉しいです。ありかったです。<laughs> お忙しい中、ありがとうございます。はい、ぜひですね。そうですね。次回。また開催したいなと思いますので。ぜひ、その際はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。<F. S 1> 次回開催を待ってますってコメントが。 ありがとうございますすぜひ次回も開催ししたたいです、ねはい、はいいででででねそれれはははは今今日日このくら皆さん今日はお疲れ様でしたありがとうございました。